はい、こんにちは、ガサガサミスティング佐藤です。今日もよろしくお願いいたします。今日の川はここです。なんかいつもと同じようなね、用水路ですね。でここも、ちょうど南港の、平野部ですね、エリアですね。で湖からはどれぐらいだろうね、4キロもないか、3、4キロ離れたとこかな、ね、もう真っ平らな水田と、住宅街があるエリアです。でここで、この前ね映像を少し、撮ったんですが、上からね撮ったんですけど、結構魚がいっぱいいるんですね。でそこでちょっと考えて、僕なりに考えてこれを作りました。はい、もうあの振り出し竿に、ちょっとねタイラップで、ハウジングつけて、まあこの GoPro このままでもいけるみたいなんですが、なんかちょっと壊れるのが嫌なんでハウジング入れてます。でこれ入れてちょっと突っ込んでね、でどれぐらい魚が反応してね驚いちゃうかとかちょっと分かんないんで、これ初めてなんですが、この棒でどれぐらいまで接近できるのかとかね、魚が落ち着いた様子が撮れるのかとか分かんないんですけども、ちょっとやってみたいと思います。で本当にいろんな魚がいるんで、まあね多分 いなくなっちゃうやつもいると思うんですけど、とりあえず映してみたいと思います。今日はそれについて、ちょっと僕もまだ水中はね分からないんで、撮った後パソコンでね様子見ながらちょっといろいろ見ていこうかなと思います。それでやってみます。
はい、という感じでいかがでしたでしょうか。僕もまだねこれまだチェックしてないんでどんな感じで映ってるかとか全然わかんないんですけども、もう本当にここですね、あそこからここまでです。どんな感じでね魚たちが映ってるかわかんないですが、ちょっと僕あと種類もね全てがわかってるわけではないんで、ちょっと帰ってパソコンでチェックして映ってるといいなというところです、はい、もし映ってたら、また皆さんにも見てもらうようにします。ということで今日は、南湖の平野部にある、もう典型的な用水路、まあ、浅いんですけどね、を紹介しました。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。またチャンネル登録とグッドボタンもどうぞよろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。またこれからも頑張ります。ここです。まだいっぱいいますね。ただ個人的に今上から見た感じではタナゴがね見えなかったんで、まあヤリとかがいるかなぐらいの感じなんですか。ちょっと分かんなかったですね。まあ、こんな感じの川で、まあ、滋賀はね魚すごい豊富です。それでは。